ス10周年の凝縮した姿を見ることでありましょう。ご覧いただいております控え室にカメラが入りました。夢のタッグチームジャイアントママブルーのサンバルチの組です。さあ今控え室から花道を通りましてブルーのサンバルチの世界のジャイアントババ夢のタッグチームが入場してまいります。まさに全日本プロレス10周年にふさわしい夢の友情コンビであります。9月3日付のブルーのサンバルチのからの新書通りデビュー以来のライバル同士がここに夢の初コンビを結成いたしました。この2人ともに出世を誓い合ったのが昭和36年の10月ニューヨークのマイソンスクエアガーデンのリング上のことでございました。初対面からちょうど20年の歳月が流れたわけですけれどもブルーのサンバルチのジャイアント馬場組の夢のタッグチームがここで実現いたしました。試合に先立ちまして日本テレビから両者にブルーのサンバルチのそしてジャイアント馬場に花束の贈呈が行われましたが、さてテーマソングいつの間にか蔵前国技館の館内を圧倒しております。蔵の祭典最強タッグ決定リーグ戦以来極悪レスラーのテーマ曲になっております。吹けよ風呼べよ嵐が館内を圧倒しております。さあいよいよこれよりタイガージェットシン上田馬之助のリング登場であります。これを待ち受けます。今友情の交換が行われました。大きな花束を2つ抱えたジャイアント馬場が20年来の親友ブルーのサンバルチロに花束を送ったところであります。さあ注目のタイガージェットシン上田馬之助どういうように入場してまいりますか。噂の通りタイガージェットシンと上田馬之助がチームを復活させて新たなる戦場に殴り込みをかけてまいりました。この2人は全日本プロレスのマット上で何を企みあるいはまた何をやらかすのか全く今のところ分かりません。特にジェットシンも上田馬之助も今夜のリング上全く報道陣取材拒否でございます。ただ一つ分かっていることはジャイアントバを徹底的に粉砕するということです。控え室からカメラが入りまして後ろ姿をずっと追いかけておりますがタイガージェットシンのサーベルお客さんはそばに寄ってはいけません。インドのクルエルモーコタイガージェットシン相変わらずターバンを巻いてサーベルをピカピカ光らせまして蔵前国技館1万3000人のお客様を相手に暴れ回ろうとするところであります。タイガージェットシンと上田馬之助タイガージェットシンは今年の7月真のプロレスを目指して全日本プロレスに突如乱入いたしました。今回2回目の登場で初めてのジャイアント馬場のとの対戦を迎えたわけであります。さあタイガージェットシンが先頭さあ館内大荒れ 10.9 蔵前四大決戦の最後の対決タイガージェットシン大暴れさあそのサイドにはぴったりと上田馬之助が左手に竹刀を持ちましてついています。一匹狼上田馬之助4年越しの必要な馬場への挑戦がようやく日の目を見ましてこの10周年記念シリーズ全日程に参加を決めております。さあカメラの方は上田馬之助からタイガージェットシンに切り替わりました。サーベルを口に加えました上田馬之助そしてタイガージェットシン今タイガージェットシンがリングの中に入った特別試合60分の一本勝負まだゴングは打ち鳴らされておりません。お客さんも興奮しております。さあブルーのサンバルチノが竹刀を持ちました。さあジャイアントババはサーベルを手にしています。両者の紹介がリングサイドから行われております。インドのクルエルモーコタイガージェットシンそして金髪の一匹狼上田馬之助そしてまた世界のジャイアント馬場理想のプロレスを旗揚げして今年で10年目日本のプロレス界のリーダージャイアント馬場そしてブルーのサンマルチノが紹介されました。なおこの試合の勝者チームには東京スポーツ新聞社から勝ったチームには100万円が贈られます。山田さん東京スポーツの山田さん、はい、100万円が懸賞のがかかっている試合ですね。そうなんです、はい、賞金特別マッチですね。そうですね、はい、さあ上田馬之助にカメラが寄りました。これがいやタイガージェットシンにカメラが寄ってこれが上田馬之助であります。まだリング上には友情コンビの馬場そしてブルーのサンマルチノが悠然と構えておりますが竹内さん、はい、これはこのあまりにこの圧力を感じましてタイガージェットシン上田組がなかなか入れないというような解釈もしていいんじゃないでしょうか。ちょっとリングに飛び込む余地がないですね。そうですね、もう本当に世界に誇る友情コンビジャイアント馬場ブルーのサンマルチノ、まあ、お年寄りのファンでしたら日本でのこのブルーのサンマルチの活躍は数々の大試合を見たと思いますけれども何としても見逃せない山田さん一戦ですね。そうですね、はい、まあ、とにかくね、はい、初めて実現した友情コンビ、もう
巨人と怪力がですね、はい、誠に絶妙の連携を見せるんではないかということが考えられますね。そうですね、リング上におりますジャイアント馬場、ブルーのサンバルチの本当に友情コンビが実現しました。さあ60分の一本勝負、ここでゴングが鳴りました。全日本プロレスの旗揚げは昭和47年ですが、その旗揚げ以来ブルーのサンバチロが全面協力、以来2人の友情は続いているわけです。人間発電所ブルーのサンバルチの背中が見えます。ジャイアントババ友情コンビ、まだジェットシン上田馬之助なかなかリングの中に入ることができません。リングサイドを取り巻いております全日本プロレスの若手中堅にどうやら2人はちょっかい出してますね。そうですね、今のところね、はい、なかなか入るきっかけがつかめないでますね、はい、そうですね、なかなかタイガージェットシン上田馬之助極悪コンビもリングの中には世界のババ、それから世界のブルーのサンバルチノがおりますので、恐れをなしましてなかなか入れません。今両者が耳元で耳打ち、どういう作戦を描いておりますか。さあ試合が始まりました。夢の特別試合、60分の一本勝負、ババサンバルチノ組実現、相手はタイガージェットシン上田馬之助。さあ創立10周年を迎えて本当に息上がっております。ジャイアントババがまず突進していきましたが、タイガージェットシンに喉元をかきむしられております。上田馬之助がその背中越しに思いっきり背中への攻撃を加えている。ジャイアントババがまずサンドイッチ状態で、凶悪コンビの2人の餌食になってしまいました。ジャイアント馬場であります。さあ竹刀がいつの間にか上田馬之助に、今度は塚の部分で喉元に喉仏のあたりをついている上田馬之助。ブルーのサンマルチのたまらずリングの中央からフォローに出ましたが、しかしそんなことはもう構わずにタイガージェットシン上田馬之助もう悪の限りを尽くしています。いつの間にか竹刀が手に入ってましたね。そうですね、あのサブレフリーがついてるんですからね、はい、もう少し厳重に取り締まらなきゃいかんですね。あくまでも友情コンビ、おっとブルーのサンマルチのがここで行きました。友情コンビ20年来の夢が叶いました。夢のコンビブルーのサンマルチのニューヨークの帝王、さすがに上田が逃げました。竹刀がブルーのサンマルチの両方の手に入っています。さあジェットシンめがけまして竹刀での攻撃、今やっと上樋口レフリーの手に再び入りました。ブルーのサンマルチのまだまだ本当に現役のレスラーとして十分にやっていきます。さあジャイアントババが一回入りました。相手はタイガージェットシンだ。どうやら山田さん、タイガージェットシンは予定より1日早く日本にやってきたようですね。そうなんです、早く潜入しましてね、もういわゆる乱入したりですね、隠密行動を取ってますね、はい、ということは竹内さん、はい、上田馬之助との連携はもう非常に綿密に済んでいるということですか。もう今日の試合展開見てもぴったりのようですね、はい、しかもね、先ほどからシンの、ね、はい、試合を見てますとね、急所蹴りをやってますね。あ、なるほど、はい、急所蹴りと喉攻めですね、あ、なるほどね。だからこのおっと上田馬之助の強烈なパンチ、顔面攻撃、さすがのジャイアントボボもタジタジ、上田馬之助のパンチ攻撃が見られました。それからこの上田馬之助もですね、竹内さん、はい、日本プロレスの崩壊後いろいろなこの因縁がありますだけに、今日のこのリング上を待っていたわけですね、まあ、日本のあらゆる団体を荒らした後にですね、はい、いよいよ最後に全日本に的を白く絞ってきたわけですからね。そうですね、やっぱり油断できませんね。数々の過去の因縁を一気に清算しようとするその上田馬之助の胸中もあるいは分かります。さあ金髪上田馬之助目がけまして、ジャイアント馬場ちょっと下になっておりますけれども、これでもジャイアントチョップを打とうとしておりますが、おっとタイガージェットシンがのそり入ってまいりまして、タッグロープが右手に入っています。さあこれでパンチを打たれますとちょっと怖い。さあ行きました、突進いたしました。タイガージェットシンリング上登場、そしてタッグロープでジャイアント馬場の喉元20、30ぐるぐる巻き。山さん、この注目のタイガージェットシンの狙いはですね、この10周年記念シリーズ、特に今夜の蔵前決戦にはアメリカのトップイベンターが大挙来日していますでしょ、はい、ということは名前を売るには絶好のチャンスですね。そうなんですね、もうこれだけのメンバーの前で、はい、自分がいかにすごいかということも極力アピールしたいというのが彼の狙いでしょうね。竹内さん、1日前に、はい、予定より1日前に早く東京にやってまいりまして、ザ・ファンクス、ハーリーレース、それからリング上のブルーノ・サンマルチの、あるいはリック・フレア、まあもう当たり構わずやっつけるというふうに豪語してますね。まあ、それがですね、神流のやり方でしょうね。リング上ブルーノ・サンマルチの登場であります。人間発電所ニューヨークの帝王ブルーノ、そしてストンピング大きく飛ばして、なんだショルダーする怪力、人間発電所ブルーノ・サンマルチの、あるいは日本のリング上では最後かもしれません。よく見てください、よく見てください、元気いっぱいブルーノ・サンマルチのであります。
控え室では友情コンビの2人がいろいろと話し合いをしておりましたけれども、ニューヨークのマイソンスクエアガーデンに2人が本当に初めて登場した時に控え室で2人とも小さくなってたそうですね。そうなんですね、もうその2人がね、はい、今やもう世界を二分するようなね、ビッグイベンターになったと、はい、素晴らしい話ですね。そうですね、この両雄は今から数えること20年前ニューヨークのマイソンスクエアガーデンで修行時代を積んでおりました。ブルーノ・サンマルチのジャイアント馬場、そしてブルーノ・サンマルチのジャイアント馬場の初対決は昭和36年の11月の13日ニューヨークのマイソンスクエアガーデンで15分の一本勝負でブルーノ・サンマルチが反則勝ちを収めています。日本への来日は昭和50年の5月の9日日大講堂 PWF、3WF ヘビー級のダブルタイトルで来日以来であります。ブルーノ・サンマルチの懐かしい顔です。しかしこの上半身のこの怪力の筋肉を見ておりますと、まだまだやれるというような山田さん感じがしますね。そうですね、肉体的な衰えは見られないですね。そうですね、本当に懐かしい人間発電所ブルーノ・サンマルチの友情でこのジャイアント馬場の全日本プロレス創立10周年記念のイベントに参加を果たしてくれましたブルーノ・サンマルチノであります。相手はタイガージェットシンです。ニューヨークの帝王もですね、竹内さん、はい、上田馬之助あるいはタイガージェットシンの悪のプロレスについては知っているようですね。まあ、かつてですね、はい、もう8年からですね10年ぐらい前になりますけども、ジェットシンとブルーノはですね、はい、WWF のタイトルをかけて対戦したことありますね。あ、そうですか、そうですか、その再現であります。タイガージェットシンとブルーノ・サンマルチノがこの蔵前のリング上で対決しています。なおこの上田馬之助タイガージェットシン組は先ほど記者会見がありまして、10月24日の千歳市スポーツセンター、これは3週後の放送になりましたけれども、インターナショナルタッグ選手権に挑戦が決定しましたということもありまして、ジャイアント馬場としては今夜のこの蔵前決戦で、粉砕したいところですよね。山田さん、もう何が何でもね、やはりジャイアント馬場としましてはね、はい、もう今この時に上田シンを粉砕しておかないと、はい、もういわゆる悪い目は早いうちに立てということですね。そうですね、さあリング上ではブルーノ・サンマルチノが捕まってしまいました。極悪コンビタイガージェットシン上田馬之助組、倉持さん、はい、先ほどタイガージェットシンがですねブルーノ・サンマルチの額にこの土俵の土をですね目のあたりにこすりつけたようですね。ああ、そうですね、はい、ちょっとそうそう、おっとブルーノ・サンマルチの目が、見えなくなっているような感じがしますね。さあ、そして今度は後ろからさあ飲料水の瓶を持ち出しまして、背中越しにこの瓶でビール瓶で思い切って力を入れて突き刺しました。さあブルーノ・サンマルチノの目がどうやら松永アナウンサーのレポートによりますと、見えないというような情報が入っております。さあこれに気がつきましたかジャイアント馬場。さあちょっとこれはブルーノ・サンマルチノ危ういというような感じであります。ジャイアント馬場がフォローに出ましたが、今ジャイアント馬場の動きを見ましてタイガージェットシンがビール瓶を、しまい込んだところであります。大いに盛り上がっております。蔵前四大決戦の最後の試合として行われております夢のタッグマッチ。しかし馬場のパートナーブルーノ・サンマルチノが目をもうちょっと開けられない状態ですね。そうですね、今やっとの思いで目を見開きました。ここでタッチです。ブルーノからジャイアント馬場、友情コンビジャイアント馬場にタッチが行われました。さあ怒ったぞ、さあ怒ったぞ、ジャイアント馬場が上田馬の下にまだ16本当たった、見事に構想しました16本。しかしタイガージェットシンも背中から好フォロー。インターナショナルタグ選手権のチャレンジャーチームにのし上がってまいりましたタイガージェットシン上田馬之助、ここはどうしても、2人をやっつけたいところ。ジャイアント馬場、馬場目がけました、おっとビール瓶攻撃、額のところへビール瓶攻撃を見せましたタイガージェットシン。さあしかしこういう狂気を持っての攻撃はもう本当に許しがたい感じがいたします。今日はジャイアント馬場の全日本プロレスの創立10周年の記念すべき大イベント。しかしまあタイガージェットシン上田馬之助でしたらこういう戦法しかあるいはないかもしれませんね。そうですね、しかしね2人がかりでやられてますから危険ですよ、はい、そうですね、ジャイアント馬場完全に捕まってしまいました。さあ友情のブルーノ・サンマルチノがここで飛び込んでいきました。ブルーノ・サンマルチノここで飛び込んで場外乱戦、4人の選手がリングの外です。さあブルーノの手にどうやらビール瓶が渡った、上田馬之助の背中にこれで突撃、正面から上田馬之助が攻撃、ブルーノが助けました。あくまでもリングの中で試合をしようじゃないかというジャイアント馬場。
先に上田馬之助が入りました。60分の一本勝負でありますが、下に割れましたね。先ほどのビール瓶攻撃、それから鉄柱攻撃、こういう攻撃によりましてジャイアント馬場の額がパックリ割れました。さあ平手打ち、上田馬之助、ここでジャイアント馬場必死の頑張りを見せてブルーノに渡した。ブルーノに渡しました。ブルーノサンマルチのさあおっとストンピング胃袋蹴り、ブルーノサンマルチの久々で見ます。この勇士、ニューヨークの帝王、人間発大賞得意技怪力ベアハグ、怪力ベアハグ久々で見ました。しかしタイガージェットシンが背中からパンチ一戦外しました。もう一回ベアハグ、ベアハグ、ベアハグ、怪力ベアハグ。さあ上田馬之助ギブアップか、上田馬之助ギブアップか。ものすごいベアハグです。衰えてませんね山田さん。そうですね、衰えてません。怪力ベアハグ攻撃、ブルーのサンマルチのジャイアントババのタッチ、上田の狂気をババが取りました。はい、上田の狂気をババが取りまして、しかしこの右手の中にはどうやら狂気が、左手が16本をまず打って大きなダメージを与えて、そしてジャイアントババの右手には上田馬之助の狂気が手に入っているが、さあ今度はコブラツイスト、ジャイアントババコブラツイスト、ブルーノがタイガージェットシンに怪力ベアハグ、怪力ベアハグ、素晴らしい連携だ、素晴らしい連携だ。しかしタイガージェットシン、これを振りほどいてまたしても場外へ戦場を求めました。タイガージェットシンであります。上田馬之助を軽く放り投げるブルーノサンマルチの怪力衰えておりません。ニューヨークの帝王、怪力人間発電所、ブルーノサンマルチのまたしても両者場外の対決になりました。場外の対決になりました。超満員、1万3000人のお客様も総立ち、興奮の帝と化しております。蔵前国技館 10.9 蔵前決戦、最後の試合、もうお客様総立ちの中でジャイアントババブルーノサンマルチの組、タイガージェットシン上田馬之助の死闘が展開されております。タイガージェットシンがジャイアントババの背中に、そして喉元にチョーク気味の攻撃、そしてブルーノサンマルチのがどうやらロープを持ちまして上田馬之助に思い切って攻撃を仕掛けました。さあ放送席の目前で両者入り乱れて4人の戦いが行われておりますが、今ゴングを要請いたしました、ゴングを要請いたしました。しかしまだまだ試合をやれません、試合はやめません。場外激しい乱戦であります。場外激しい乱戦、両者リングアウトが今1万3000人のお客様に告げられました。夢のタッグマッチ、勝負の方は両チームリングアウトということで、決着はどうやらつかないようであります。タイガージェットシン上田馬之助、ジャイアントババブルーノサンマルチのリングサイドを右往左往しております。こういう結果に終わりましたが、竹内さんどうですか。これはですね、本番のインタータックですね、ババソーダに頑張ってもらうしかないですね。そうですね。さあ山さん、久しぶりで見ましたブルーノサンマルチのファイト、それからあの顔、それからあの体格、いかがでした。なかなかね、今日のこの乱戦の中で、はい、見事なフォローを見せてましたね。そうですね、さすがにね、はい、ニューヨークの帝王だった男ですよね。そうですね、蔵前四大決戦は全てこれで終了したわけでございます。来日した外人選手の、まあ、豪華な顔ぶれはまさに全日本プロレスの10年間の歩みそのものでございました。今夜この蔵前国技館に集まった1万3000人の大観衆の拍手と歓声が全日本プロレスを今後も大いに支えてくれることでありましょう。今後の全日本プロレスに大いに期待いたしまして、この辺で蔵前国技館からお別れしたいと思います。